あれ？ふーちゃんの声がしたな。お、ふーちゃん出てきた。あんた特等席のままか。ふーちゃんお疲れさん。行く？試合までな、2時間しかないねんけど。ちょっと近場行こうか。お昼だちょうど。はんちゃん降りたんやろ。自分で乗って自分で降りたことあんの？ちょっと近場散歩行こうか。撮影するかどうかは分かりませんけど。はい、乗って乗りなさい。はい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 、はい、降りて。バリアフリー、怖がりさんのため。ちょっと待っといてな。これ春の動く城。急にね、北風が吹いてきて夕方になったんかな。強風で大変。僕一昨日ね、ハウルの動く城、宮崎駿監督のやつ見たんですけど、ホラさん見てたらね、倍賞千恵子声優ね、あのハウルの動く城の声優やってるからちょっと見たくなって見たんですけど、すごく良かったですね。ハルちゃんとハウルってなんか似てる？ハウルもね、鳥のなんかお化けみたいになるし、美しいしね、心は繊細やし。春の動く城に移動中です。ちょっと着くよ。うるさいか。もう着くから我慢して。そういえばハウルの動く城もオープニング山、あれっていうのかな、スイスの山みたいなとこ動いてたよね。ご飯食べよう。ああ新聞が。強風でね、三脚が立たないんですよ。
おっさんがね、おっさんがハンバーガー食べてるとこなんかいいよね。あと食べたいよこれ。あるちゃん、ハンバーガー食べたことないか。これ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 が食べる。これからハンバーガー食べます。パパッと食べて、こら。鳥の餌撒いたやろ、かなちゃん。鳥の餌食べなさい、鳥の餌を。さっきね、その城が動いたんですよ、あそこで2メーターぐらいカルシファーが動かしたんかな、カルシファーが。なんじゃそれ。やな、あれち、モトリオ、モトリオ。はるちゃん、はるちゃんおいで。来ない。あ、かなちゃん帰る気満々やけど。かなちゃん、新聞がえらいことになってるやん。これちょっとカエル支度してからにしてくれる。でね、新聞が。だいぶ出てるか。どうされんだよ。どうされんだよ、はるちゃん。かなちゃんは、なんかしたね。ちゃぶだね、帰ろうで言ってんの待ってんの、帰ろうの一言待ってんのかな。まあまあゆっくりしてへんけど帰るか。ゴム風船なんかごめんな、ごめんな、ゴム風船出したらめっちゃ怒った。ゴム風船だったら
していきたいところですが、さあ奥野が走り出すが、これは計算通りか。よし、大学ランニングバック三宅、そしてこの奥野も